波の平でございます。私今堺の三国ヶ丘の方に来てるんですけども、今日は三国ヶ丘で洋食を食べようの日でございます。なぜ三国ヶ丘かというと、前から気になってた洋食屋さんがあるんですよ。今日はそちらで美味しい洋食いただきたいと思いますって言ってるうちにね、もうお店の前でございます。はい、今日はこちらで洋食いただきたいと思います。改めまして波の平でございます。大阪選手を中心に美味しいお店を紹介させていただいております。初めての方どうぞよろしくお願いします。ということで、今回は三国ヶ丘にあります洋食トミーさん。堺でトミーと聞いてあって思いはる方はたくさんいらっしゃると思います。そうです、あの南庄町にありますトミーパート2さんと同じ系列のお店になります。JR 阪和線南海高野線の三国ヶ丘駅から徒歩5分、そして周りにコインパーキングもたくさんあるということで、トミーパート2さんよりも利用しやすいと思います。この日は1時間前にお店に乗り込みまして、待合席で待ってたんですけども、行き交う人がチラ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 見るんですよね。でもこうやって客観的に見るとなんで見られたかようわかるわ。そして店内はこんな感じ、カウンター席中心のこじんまりした綺麗なお店です。満腹波の平の動画メニュー紹介でございます。名物のトンテキ、こだわり抜いた秘伝のタレが決めて、厚切りの柔らか豚肉を贅沢にしようということで、いやこれはうまそうやな。トンテキ 170g もいいね。こっちはセットメニューですね。トンテキのクリームコロッケ、トンテキチキンカツ、トンテキエビフライはどれも美味しそうやな。でミックスフライセット、クリームコロッケが大人気。うん、わかるわかる、クリームコロッケ美味しいもんね。カレーライス&揚げ物のセット、カレーライスエビフライで、カレーライスとミンチカツ、カレーライスにクリームコロッケ、トッピングもできるということで、いやこれはもうお好きなように持ってくださいって感じやね。一番気になってるのがこれ、スペシャルデラックス、トミーパート3一押し、ライス味噌汁付き、それぞれ違う4種類のソース、トンテキエビフライミンチカツクリームコロッケ、もうその全貌はこれ。これは贅沢やわ。もう何を言ってもこれが正解でしょ。これにしようよ、これ。これにします。さすがこの店の一押しメニュー。この日来られてるたくさんの方がこれを選んでました。スペシャルデラックスでエビ1本追加で。はい。で、ご飯は大盛りで。はい、お願いします。スペシャルデラックスにエビ1本を追加、ご飯を大盛りで注文しました。ありがとうございます。はい。あ、すみません。お願いします。大ご飯です。めっちゃ大盛りやな。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。すごい。この盛り付け方はまさしくお子様ランチ通りでワクワクするわけです。これトンテキです。そそり立つエビフライ。ミンチカツとクリームコロッケ、4種類のソースで全く違う味が楽しめる。いただきましょう。うん、いただきます。これはうまいんちゃう。甘みが強いんだけども、めっちゃ食べやすいわ。からし塗ってる食べたらちょうどいい、うん、で今日はむしろエビフライが食べたかったから1本追加で贅沢に。
エビフライ。鼻歌出るぐらい美味しい。ね、クリームコロッケ、あ、柔らかい。崩れるぐらい柔らかい。強いクリームコロッケ、いや、これはうまい。どんどんお客さん来はります。大人気やね。うまっ。何回でもいいわ、甘いとうまい。ミンチカツでございます。うまっ。うわ、ほつやわ。こういうことをするんだよね。野菜ばっかり残してな、最後野菜ばっかり食べなあかんっていうことになってしまうわけよ。野菜のドレッシングまでうまいわ。これさ、野菜のいいところって最後に残ったソースを全部絡めれるっていうところもええとこやんな。やっぱり本的のタレ美味しいわ。野菜塗ってても美味しいんですよ。この付け合わせのスパゲティも結構好き。炭水化物天国。表現は少し難しいのですが、まさしく大人のお子様ランチ。最後までワクワクしながら美味しくいただくことができました。ごちそうさまでした。ということで、気になるお会計はこちら。スペシャルデラックスだけでも豪華なのに、プラスアルファエビ1本のっけてご飯大盛りと、もう本当に満腹いただいてきました。洋食トミーさんの営業時間は平日ランチタイムのみの営業、11時から15時、ラストオーダー14時30分。そして土日祝日はディナータイムも営業されていて、18時から21時、ラストオーダーが20時30分となっております。メニューの金額は昼も夜も変わりません。今日は洋食食べたいなっていうタイミングで行ってみてはいかがでしょうか。ここでもう一つお知らせがあります。このトミーさん、この5月の下旬堺市の中本の方でもう一軒お店をオープンされます。もうお店の場所とかはね、 Google マップに載ってますんで、この動画の概要欄でも貼っておきます。気になる方はぜひチェックしてみてください。満腹波の平の動画では皆さんからの高評価、コメント、そしてチャンネル登録お待ちしております。どうぞよろしくお願いします。